はいひとつきまさしみです、えー、今日はですね、コンさんと、まあ、財務省ですね、財務省に増税しまくりたい財務省ですね、うんえー、この財務省とですね金配りたーいっていうですね、まあ、主に自分の有権者に金配りたい他は知らんっていう自民党、うんえー、この人気なき戦い、始まっております。まあ、実際、人事ないんだけど、全部山盛りと親分みたいな感じになってますけどね、<laughs> えー、こういう状況の中ですね、 あのまあ、今、増税の方向の挙句、過去最高税収、もっとくれ、財務省っていうですね、もうふざけんなという状況なんですが、まあ、内閣支持率下がってるじゃないですか、近さん,、うん。当然ですね,ね。で、自民党支持率は下がり始めたんですよ。そら当然でしょう、ね、だけど、今まで下がらなかったのよ、うん、9月、10月と下がらなかった自民党の支持率が、ついに読売新聞でいきなり7%も下がった。これはね さすがの岸田さんも焦ってる状況だとは思うんですけど、うん、まあだって政策に期待できないっていうのが一番ですからねそれはうまくいかないわかりやすいよね、うん、国民の不満としてさいやわかりやすいわかりやすい、うん、うまくいくわけがないだけども、うん、そんな時でも絶対増税したい財務省そうですあこれ結構さ多くの方知らないと思うんだけど、うん、あの財務省の官僚というのは、うん、増税することによって出世するのよそうです これ結構知らないい人多いよねコストトカッししてもあの修正しません、うん、なぜかっていうと財務省の仕事として、うん、基本的な業務として、うん、新しい税の仕組みを作るっていうのがあるからうん,、うん、うん。だから増税かうまい増税考えたやつはいはい出世ですよいやだねなんか最近走行距離課税うんうんそれそれ走れば走るほどうまくいくとか,なんかお金が入るうまくいくっていうのはね 国に入るねもでも僕とか清水さんとかあと最近の若者車乗らないから関係ねえと思ってる人意外と多いと思うんだよ。ええー、いや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 もうあれ絶対アマゾンの配達料金とか高くなるよそうです物流の問題トラックとかね中年もう一つタクシーとかバスいやーんきついわーんきついわーん片方で GoTo とか言いながらさ、うん、バスとかタクシー料金とか上がっちゃうよいやなんんかあの岸田さんって 29兆円経済対策っていうふうに言った後に消費税増税とか言い出してですね、雨玉やるからかつ上げさせろみたいな、うん、なんかそういう感じだなっていうふうに私、思いました。あーあー、なるほどね。うん、雨玉玉やるよ、ほら、なめろよ、甘いだろ、おら、金出す財務横断よあれ、<laughs> みたいな、なかそういう。そうで、そういうある種の暴走に関して、うん、財務省は基本姿勢としては、増税はしたいの。うん、増税はしたいんだけど、財政的にあんまり上回しされちゃうと、うん それって税事払えねえから結局赤字国債でしょって話になるやんとそうすると財政的にはかなりいやちょっとやわになってしまうよ日本はって一応思ってるわけようんうんうん、うん、いやしかしなそんな状況でええんですかいのというのがちなみに、うん、富裕層への累進課税率も上げるみたいだよ、うん、財務省は わあもう本当にとにかくあの金取れれば何でもいいっていう感じです、ね、そうオペタで年収があると厳しいですよ。うん、清水さん大丈夫ですか？いやいやそんなでえし。<laughs> あそうか。<の>清水さん役員報酬ですらもらってないんだよね。一期満策か,から私役員報酬ゼ円ですからね。<laughs> 言うとだから会社はあの持ちこたえるけど、うん、個人的には緊縮財政なんだよね。うん。うん いやというわけでですね,ねあのこのとにかく絞りたいだけ絞り取りたい財務省 vs ですね、うん、えー、とにかく自分の利権にだけ金をばらまきたい、えー、自民党どっちが勝ってばも,、うん、もうどっちも潰れちまえそうんはいえー、ということででもねちょっといいニュースとしては自民党の支持率が下がってきましたうんがいいことですよ。うんね、いいことですよここのの状況を踏まえて、えー、このね。 まあ、ゴジラ対キングギドルみたいな戦いをちょっとコンさんがね、いろいろ調べてくれたのって、<laughs> えー、見てほしいなというふうに思います。それでは、スタートはい、えー、フリーライターのコン一シです。えー、今日はですね、岸田政権、もしくは自民党と言ってもいいかもしれない。えー、まあ、与党自民党岸田政権、VS 財務省っていう話をしていこうと思います。うん、この、だいたい1ヶ月ぐらいの間にですね、まあ、 どちらのね、えーの、財務省のニュースもあれば、えー、岸田政権が、えー、経済対策こうしますっていうふうに声明を発表することもあるんだけど、どうもなんだろう、食い違うというか、うんまあ、お互いに岸田政権自民党側も財務省側も先行き不透明な感じがする、うん。つまりロングビジョンね、長い展望に立った えー、このような太骨太の方向で進んでいくよっていうような未来がどちらにしても見えないので、まあ、国民の皆さんというかもう僕も含めてねなんか先行き不安っていうものが先,立つわけですよで先行き不安だと今この仕事この賃金で、えー、あるいはこの所得でこの資産で、えー、続けていけるだろうかっていう不安が増すんですね。 うん、だからやっぱり円安とかもちろんそういう国際的な事情もあるんだけれども、まあ、国内事情が非常に岸田政権自身がね、不透明だってこともあって、振り回されてる感があるんですよ。何考えてるかわかんないってことです。岸田政権自体が。岸田さん自身がね。まあそれもあるので、 あのー、まあ、岸田さんと財務省がお互いイライラし合ってるっていうところがあるんだろうと思いますけど、それは国民に全く資する話ではありませんよね、と。ね、特にお金がない、えーまあ、学歴もない、えー、スキルもない、経験もないといったような、まあ、労働者にとっては、非常に <laughs> 先行き不安のが高じてね、まあ、メンタルやられたりとか、 もしくは犯罪に走ってしまう、ね、若者がいたりとかあの、経済の不安定さ、あるいは先行き,不安先行きに対するこう不透明さっていうのは、非常になんだろう、人心を惑わすところがあるわけですよ。なので、彼ら一体何をやってるんだってことも、僕らちょっと冷静に見てねいやもう僕の、僕の本音は早く岸田政権終わってほしいと思うわけです。 まあ多分多くの方が思ってるかもしれないけれど、なかなか辞めないえ。どんなにあの内閣支持率が下がっても辞めないっていうね、ことなんで、このまま引くと、あの、岸田さんと一緒に日本がどんどん沈んでいくんだなっていう気はします。まあそれも含めて、僕らはどんなね、あの、て言うんだろう、争いの中に巻き込まれてしまってるのか、ということをちょっと踏まえて、今日は、 あの、解説していこうかなと思います。はい、えー。この記事はですね、10月18日に現代ビジネスに発表された記事です。えー、ちょっと読んでみますね、えー。安倍元総理も騙されたと激怒。財務省のヤバすぎる政権乗っ取りの手口。止まらない円安と物価高騰にもかかわらず、岸田総理は減税という最善策を決して実行しようとしない。 その背後には決して減税を許さない最強官庁財務省の恐ろしい力がある。ね。えー、財務省の権力の源泉は予算だけではない、えー。政治家のコントロールにもどの官庁より長けている。どんな小アッパ、えー、議員にも当選すれば財務官僚たちは列をなして挨拶にやってくる。 東大でのエリートがガン首揃えて頭を下げれば、田舎の議員なんてそれだけでコロッといくあ、ね。自民党の中堅議員がそういうふうに言ってます。彼らはポットでの人間に興味などない。ね。えー、安倍さんが生前こう言っていたんです。財務省がうまいのは、世襲議員にだけ目をつけて、その地元の予算をどんと増やす。そして、先生は他の議員とは違う。目先の人気取りで減税なんて押してるはずがない。 100年先の日本を考えて財政再建をやり遂げることこそ先生の使命ですという。俺もしつこくやられたよ。この手法で何人も手なずけてきたんだと、えー。麻生さんなんかこの典型です。エリートにお,立てられてもおだお立てられて予算も欲しいところに好き放題つけてくれるから気分がいい。麻生さんは代替わりも迫っているから、えー、手元に財務省を置いておきたいんですと。安倍氏に近,近かった自民党ベテラン議員が言うと。 なるほどねその一方で彼らは総,総理大臣すらも平気で欺く直近ではまさに安倍元総理がそのターゲットになっていた自民党閣僚経験者が証言するアベノミクスで積極財政を推し進めた安倍さんが財務省を警戒していたのは有名ですがその安倍さんが一生の不覚と言っていった出来事がありました2015年に閣議決定した骨太の方針に財務省が小さなただし書きで 小さな正し書きで、社会保障関係費は過去3年間の増加が1.5兆円となっていることを踏まえ、その基調を継続させる。国の一般歳出は過去3年間の増加が1.6兆円となっていることを踏まえ、その基調を継続させるという2つの項目を書いていた。要するに、予算1.6兆円引く社会保障関係費1.5兆円で、 社会保障費以外は3年間に1000億円しか予算は増やしませんよという理屈を紛れ込ませていたのです。なるほど。安倍さんはこれに気づかずか閣議決定してしまった。亡くなる直前の会議でも私は知らぬ馬に財務省に財政規律を閣議決定させられた。もちろん責任は私にあるが誰も気づかないような書き方をして財務省はあまりに不誠実だと憤っていました。 この制約は岸田政権の骨太の方針でもまだ生きていますと。あまりに老介。方針状態にある今の岸田総理など、彼らにとっては赤子のようなものだ、財務官僚にとってはね。まして今の岸田総理を取り囲む顔ぶれは財務官僚とその OB ばかり。官邸をもっぱら自ゅじっているのが、えー、茶谷英二財務事務次官です。えー、主計局次長から首相秘書官に入った、 え宇波宏樹や同じ,同じく秘書官の中山聖樹と、えー、密に連絡を取り合っている、また政治家サイドで言えば、木原誠二官房副長官、岸田派幹部で自民党税,務会あ税調会長の宮沢洋一さんと旧大蔵省出身者が経済政策を一手に引き受けていると官邸スタッフが言う。なるほどね。よいしょと。 とりわけ宮沢氏は、えー、1942年に大蔵省へ入省、池田隼人政,政権の経済ブレーンを務め、えー、蔵省や理総理大臣を歴任した宮沢貴一氏の老い、えー、自身も1993年まで大蔵省に席を置いた、生え抜き中の生え抜きだ。岸田総理は同郷の宮沢さんに頼りきりだし、木原さんも大,大先輩には何も言えないと、宮沢さんがこの夏の参院選で改選された後、財務官僚は宮沢詣に行列を作っていました。 宮沢さんも議員を次々に呼んで、税制は政治の要だぞなど、しきりに講釈している、財政に関することは全部俺を通せというわけですと、自民党岸田派所属議員。<laughs> なるほどね、また岸田総理のライバル、林芳正外相も、父、吉郎氏が大蔵大臣を務めた親子2代にわたる財務省一派、宮沢氏や林氏を通じて、財務省は事実上、岸田総理をコントロールしているのだと。 で総理は経済の知識がないから、財務省との折衝を宮沢さんと林さんに任せているんです、今回打ち出した n i、えー、高級化やガソリン補助金は、一見、税収が減って支出が増える、財務省が嫌がりそうな政策ですが、財源が予備費なので痛くもかくもない、えー、岸田さんは俺は財務省の言いなりじゃないぞと思っているかもしれませんが、えー、実態は全部財務省に振り,振り付けられて、適度に独自色が出るような形で踊らされているわけですと。 うんえー、財務官僚は岸田ほどあつ、うん、やりやすいやつはいないと言っていると、抵抗してばかりの安倍さんや、えー、菅さんがようやく消えた、岸田総理は生かさず殺さずでいこうと、ね、岸田派所属委員が議員がそのように指摘している、国民から見放され、役人にはカモにされる、岸田総理とて、そんな風になるために総,総裁選に出たのではないだろう。うん ここが勝負の時だ。見ない英語、えー。財務省の操り人形と言われて石を投げられるか、それとも国内に際して減税で民を救った大祭祥となるか。今、岸田総理はその瀬戸際に立たされていると。まあ、こういう記事が出るとですね、当然だけれども、財務官僚にでかい顔をさせてたまるかと思う人が出てきます。はい。そこで、えー、TBS。はい。経済対策をかけた仁義なき戦い。 ね、萩生田政調会長を激怒させた財務省の禁じ手、責任を取るのはあなたたちじゃないと、ね、だんだんなんか、あのー、反社会集団のなんか、キャッチコピーみたいになってきましたが、はいえー、禁じ手には禁じ手で返した、えー、自民党の政策責任者、萩生田光一政調会長は、えー、総合経済対策をめぐる財務省との攻防をこう表現した、えー、与党4役の一人を怒らせた。 財務省の禁じ手とは一体何だったのか。よいしょと。よいしょと。えーょとえー、29兆1000億円の巨額な、これ、あれだね、経済対策のことだな、うんえー、人事なき戦いの部舞台裏を追ったと。10月26日午後東京平川町の えー、自民党本部9回の会議室、えー、物価高や円安などに対応するための、えー、総合経済対策をテーマにした会議を取り仕切っていた、えー、萩生田政調会長の携帯電話に着信が入る電話の主は岸田総理だった岸田総理が電話で確認したものは総合経済対策の総額だったその直前総理官邸を訪れた鈴木財務大臣から25兆円との報告を受けていたが 昨年並みの30兆円規模を求めてきた萩生田氏らが納得する数字だったとうとう思えなかったのだと。うんね、今、議論しているところで了承はしていません。そうか、ごめんなと。岸田氏の返事に、きえあごめんなさい、萩生田氏の返事に岸田総理は思わず謝った。自民党内での会議が過境を迎えているタイミングであることを把握していなかったからだ。決定に進んでいた総合経済対策がこの電話で一気に振り出しに戻った。 規模は大事と言い続けていた総理もこれでは足りないとの認識を示したというと。ね、で、与党の国会議員たちが、えー、総合経済対策の検討を重ねている最中に、総理にその全体像の報告を行う財務省の姿は、与党の議論をまるで無視するかのように映る。で萩生田氏にとってはまさに起きて破りの禁じ手そのものだった。 岸田総理との電話を終え、会議室に戻った萩生田氏は、無然とした表情でマイクを握った、稲並ぶ国会議員や官僚らを前に、岸田総理との電話のやり取りを明かしたのだ、ね、抑制的ではあるが、明らかな怒りが込められた言葉に会場は騒然、安倍政権を、えー、官房副長官として支えた経験のある萩生田氏にとって、総理と一対一で行った会話の内,内容を公表することもまた禁じ手であった。あえてこのの禁じ手を使ったのは 経済対策をめぐる財務省との戦いに決して負けないとの決意の表れだった、ね。政策の責任を取るのはあなたたちじゃないと。国民に選挙で選ばれた我々なんだと。結果の責任は我々が取るんだと。ね、参加者によると、会議に出席して財務官僚はそう指摘されるとみるみる顔色が青ざめていったという。ね、自民党政,政務う調査会のメンバーからも、 えー、財政民主主義を破壊する行為だ、財務省はおかしいぞなどと批判の声が上がっていたと。ね、財務省としては25兆円レベルでとどめておこうねっていうふうに進めようとしていたら、ね、総理の鶴の一声を聞いた萩生田氏がぶち切れたってことだね。うん、え自民党内で財務省の動きへの反発が高まったことを受けて、 岸田総理は財務省の示した予算額25兆円の見直しを指示した財政の規律を重視しそもそも15兆円規模の経済対策を目指していた財務省にとって大きな後退を意味した萩生田氏の金字塔開始を受けて財務省幹部が急遽政調会長室に駆けつけその日のうちに一気に4兆円が積み、ま、増され29兆円規模に予算額が拡大された目標とする 30, 30兆円には及ばなかったが えー、萩生田氏による短時間の巻き,こ巻き返しが際立つ結果になったと、うんで。10月28日に閣議決定された総合経済対策の規模は29兆1000億円と。萩生田氏は記者団を前に物価高克服、経済再生実現のための総合経済対策としてタイトルにふさわしい内容と規模のものになったと胸を張った。同時に財務省との公募を振り返り返 中身が決まって初めて規模が決まるので規模が先に決まったらそこに中身を押し込まなきゃいけないことになるとえ政府・与党でお互いに反省ししっかり連携できる体制を作っていきたいとけん制するのも忘れなかったと、うん、一方で多額の補正予算の編成を繰り返すことによる財政悪化を懸念する声は財務省以外からも上がっている財政的なことをしっかり考えて予算編成をしておかないと外国を見ても教訓になるような国もありますからそういうことにならないことが大事 自民党要役の、えー、森山博選挙対策委員長は大型減税など財源の見えないばらまき政策が、えー、ポンドの通貨として信用を失わせトラス前首相の交代の要因となったイギリスを念頭に警鐘を鳴らすとまた鈴木財務大臣は閣議決定後今,今後の連携をこのように強調した与党の議論を無視して財務省の考えを押し通すとかそういうことは妄頭考えてないと。 50兆円規模が必要という方もいれば30兆が発射台という方もいた。だから財務省内には依然として不満が渦巻いている。これから議論が本格化する来年度予算編成では巨額の増額が予定される防衛費をはじめ、えー、自民党と財務省の財源をめぐる綱引きが激化することが確実視されると次る、えー。次なる人気なき戦いはどんな結末を迎えるのか、そして国民に何をもたらすのか、その動きを注視していきたいと。 言うわけなんだけども、まあ、財務省も今回、えー、経済対策の、ね、4兆円増しで、まあ、言ってみればメンツをけ <laughs> がされたことになるんで、黙ったままじゃないだろうね、たださあの岸田、岸田さん自身のリーダーシップがないことがやっぱり、こういうなんだろう、あのー、財務省 VS 岸田政権みたいな、あるいは自民党みたいな。 えー、構図を、ね、浮かび上ががらせててししままうんだなって気がしますよ、ねはい、現代ビジネスの11月6日バージョン、えー、官僚や議員も失笑岸田首相の経済対策がただの選挙対策、実は増税の布石がバレバレな理由、まあ、誰が見てもまあこれだけ積み上げればやがて増税するんだなっていうり前振りですよねと、これに気がつかない人やばいよねと。 急速な円安進行や物価高、資源高によって国民が負担,、えー、負担増に苦しむ中、政府は10月28日に総合経済対策を決定した。上昇する電気代やガス代の緩和策を盛り込み、来年1月以降の家計負担を総額4万5千円ほど和らげる。うん、だが、生活必需品の値上げラッシュは今に始まったことではない。<laughs> 9月の消費者物価指数は前年同月比3%上昇と31年ぶりの水準で、人々は明日より今日、 の生活に頭を抱えている対策の中身を見ても、支持率,支持率が、えー、続落する岸田政権による選挙対策が色濃くにじむとともに、自民党内のバラパワーバランスが変化しているとの実態が浮かび上がってくると。まあ、要するにばらまきやったとっいうのは選挙対策ぐらいにしか意味がないんじゃねえのというふうに突っ込んでいるわけだね。平均的な過程で来,来年前半に、えー、総額4万5千円の支援となると。 なんか、ちゃちいき問しますけどね。岸田首相は10月28日の記者会見で、経済対策で打ち出した支援策によって国民生活を守っていくと強調した。電気料金は1キロワットアワー,ーあたり、一般家庭で7円、企業には3.5円を支援。平均的な家庭の負担増に対応する額に当たる月2000ほどは負担が軽減されるという。うん、なんか、しょぼい感じしませんか、皆さん。ガス代、都市ガスも1立方メートルあたり30円を支援。 標準家庭で月900円の負担増、負担減となる。首相は電気代の2割引き下げやガソリン価格の抑制などにより来年にかけて消費者物価を1.2%以上引き上げていくと宣言。消費者物価引き上げるのは僕はいいと思いますが、その分賃金が上がらないとこれ実質賃金が下がるってことだよね。えー、物価高騰対策に重点を置いた首相はこれにはからくりがあると。 えー、お気づきの手も多い、うん、人も多いだろうが経済対策で家庭の電気代について来年1月から、えー、来年度初頭に想定される平均的な料金引上げ額の約2割分を国において負担するとしている点だ対策の中にも特に来年春以降の急激な下電気料金の上昇によって影響を受ける家計や 価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減すると記記す目的が示されている。だが31年ぶりの水準となった9月の消費者物価指数を見ると、前年同月と比べて電気代は21.5%、ガス代は19.4%もそれぞれ上昇。つまり、すでに上がっている分の負担増を支援されるというわけではないのだ。 ね、ロシアによるウクライナ軍事侵攻に伴い、エネルギー価格は上がっており、来年はさらに上昇するとの見方が強い、岸田政権は来年分は支援するけど、足元の上昇分は国民に家計負担増を受け入れてほしいと言ってるに等しい、そういうことですよ。だから、エネルギー、えー、コストはどんどん上がっていくわけだから、えーまあ、とりあえずしばらくちょっとだけ。 えー、お金、ねあの、支援してあげるけど、来年は知らねえ再来年は知らねえよって話なんだよね、えー。なぜ来年なのか、経済アナリストの佐藤健太氏は、来年春には統一,統一地方選挙がある、支持率が続落する中で、選挙を迎えれば大きなダメージを負いかねない、そのため、選挙直前に、えー、電気代、ガス代の負担軽減を国民が感じることができるようなスキームになったのではないかっていうけど、感じますか、皆さん。ねえ。 負担軽減を2000ぐらいしたからって、そこからまたあの上がるかもしれないわけだよ、電気代、ね。しかもね、岸田政権は子育て対策として子ども1人当たり計10万円のクーポンなどを支給する方針だが、これも来年1月1日以降に生まれる子が対象。首相は衆院を解散しない限り、大,あ大型国政選挙が3年近くない、黄金の3年を手にしたとはいえ、来年春の統一地方選挙で自民党系候補が不戦を強いられれば、首相の 責任論に発展しかねない。全くそうですね。おそらくこのままだと、統一協会問題も簡単じゃない。来年持ち越しですからね。質問は今年やっても来年回答が来るわけだから、多分来年の1月、2月、3月も今とあまり変わらない形で、岸田さんの政策に対するやれやれ感っていうのを国民はずっと持ち続けていると思いますよ。だんだんだ,んだから統一協会のネタがな、あの、なんとかな、厳しくなってきて、 いいたとはいえみんなが忘れつつあるとはいえ、それでも貧困化というかね、実質、まあ、賃金は下がっていく一方なので、イライらがたまりますよ、もうばらまきの金が少なすぎるわけだから、ばらまきにするにしてもね、うん。で、支持率が続落する中でナーバスになっている首相の胸の内が透けて見えると、早く人気回復したいよっていうのが、まあ、見えちゃうよねってことだよね。 うん、なんかね、だんだん辛くなってきましたけれども、一方、今回の経済対策の編成過程からは、自民党内のパワーバランスが変化していることが売り盛りになった。岸田首相や財務省は当初、国の一般会計歳出規模を総額25.1兆円にすることで調整を進めていたが、閣議決定の2日前に首相から原案を聞いた自民党の萩,萩生田政調会長らは猛反発ということで、結局29兆円まで膨らませたという経緯があるよねと。 まあでもね、ここにあるように、首相は経済対策で賃上げ、労働移動の,あの円滑化、人への投資を柱に据えたが、これらは以前から指摘されてきた長期的課題の羅列であり、一時しのぎの支援策と長,長期的な転換策では家計を守れないとの悲鳴がも漏れると。で、まあ、あのだ、ー、が4万5000円もらったり、えー、10万円もらったところで、 まあ焼け石に水でしょうからね、岸田さんの人気があのなんとか上向きになるとはとても期待できないと思いますけどね。ね。で、岸田さんは前例のない思い切った対策と歌うものの、12月に決定される来年度の税制改正大綱に向けては、政府税制調査会で消費税率の引き上げ、ほら来たぞ、消費税増税ですよ。 自民党税調においては、えー、所得税や法人税などの税増税が議論される見通しだと。でしょうねだよ。結局、国民負担を増やすだけじゃんと。はい、もう怒りの声はもうすでに出ていますが、一応読みましょう、スプラッシュでね。えー、11月4日、2022年度の一般会計税収が68兆5000億円余りと、過去最高額となる見通しだとロイター通信が報じた。 所得税、法人税などが堅調に推移していると。まあ、取り立てているということだよ、これは。国の税収は増加の一途をたどっていると、2020年度には60兆8216億円、2021年度は67兆378億円と連続で最高額を更新、2022年度の税収が報道通りなら、3年連続で最高額の更新となる、つまり税収をアップしているということだ。一方、相次ぐ物価高により、国民の生活が苦しい。 食料や日用品だけでなく、電気、ガス代も負担,あの、ね、負担が上がり、10月からは雇用保険料も値上げされた。それでも岸田さんはあくまで増税を目指しているようだ。経済記者がこう語る、最近、国民の負担増につながる政策が次々と提案されています。まず10月末ののの政府税税調査会では複数の委員から消費税率アップの議論をすべき 10%のままで日本の財政が持つとは思えないなどとの意見が出ていると報じられました。他にも社会保障審議会の部会で国民年金保険料の納付期間を5年間延長する議論がなされていますと。2023年度から保険料の年間減上限額を2万円引き上げ、年間104万円とする方針も了承されました。もうくラくラしてきますね。 しかもですよ。まあ、最近ね、ここ1日2日、テレビでもう散々言われてるのがね、車の走行、重量、環境に応じて課税する道路利用税。もう車乗ってる人だけじゃないですよ、これ。ね、あの、物流でトラック運転してる人とかタクシーの人も道路利用税取られるから、それが上乗せされて、まあ、だから、なんだろうな、遠方からの,のネット通販だと、えー、まあ、お金がちょっと上増しになるかもしれないよね。 ねえー、株式の上等益や配当から得られた所得に対する金融所得課税の見直しについても検討しているから、どん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 増税するってことですよ、超,超重税国家を目指すかのような政府の動きに SN、SNS では怒りの声が殺到、なんで増税と、国民は貧窮しているのになんで増税減税しないのと、余ってるなら還元してくれよと、そういうことだよ、えー、多くの国民の生活が逼迫していく中、反比例して政府にお金が集まっている国民の敵としか思えない。 全くその通りですね。えー、ただでさえ、末端にお金が行き渡っていない日本社会において、日本社会から68兆円分のお金を消失させて、国民をさらにし、えー、貧しくすることに成功しましたって、どや顔されても困るぜよと。うん、困るぜよってことは、コーチの人かな。<laughs> えー、まあ、だからこういうふうに不満がね、出てくるのは当たり前です。はい。で、だから現代ビジネスはこういうふうになってます。このまま財務省の言いなりで終わるか、岸田首相、最後の一手は埋蔵金の活用しかないと。どういうことだろう。 で10月3日に臨時国会が招集されて1ヶ月がたったすでに69日間の会期の半分が過ぎた、ね、この国会は旧統一協会の対策法案が一つの山場政府・与党は消費者契約法改正を打ち出し野党の、えー、立民・維新からは救済法案が出されていると、ね、不安をあおって高額な壺などを買わせる霊感商法の契約を取り消せる現行の消費者契約法について 政府・与党の改正法では、その要件緩和が柱だとなっている。一方、えー、立民維新の救済法案は、えー、寄付金の上限だけでなく、被害者の家族による返金要求や、えー、罰則の導入などが盛り込まれている、えー。元役人の感覚から言えば、野党案はなかなか野心的なもので興味深い。えー、被害者の家族による、えー、返金要求では、えー、家庭裁判所が認定すれば返金が可能になるなど、行政だけでことを進めないのもいい。なるほどね。 えー、野党案はやや乱暴なところもあるが、国会で修正すればいいものとなる可能性もある。ただし、与党の公明党は大変だろう。何しろバックにいる総科学会への飛び火の可能性もあるからだ。その意味で与党が今一つ乗り切れないので、成立の可能性は少ないだろう。僕もそう思います。えー、次は、物価対策の補正予算。一般会計では29兆円程度の規模であるが、その財源は23兆円程度の国債発行によることになった。えー、岸田政権はこれまでも経済対策を打ってきたが、 ね、補,助金補助金系ばかりで、その執行は必ずしもうまくいってない、えー、正確な数字は決算までわからないが、筆者の直感などでは20兆円ほどの使い残しがあるように見える、今回、一般会計で29兆円の補正予算となり、その財源は23兆円程度が国債発行、えー、この補正はドルこれまでの未消化分でかなりの程度予算を組めると思っていたら、さすがに未消化を前面に出すのはまずいので、国債発行と対で対応するようだと。 ということは未消化分はまた埋蔵金になる可能性がある。つまり使ってない金があるってことですよ。このように埋蔵金はその時々の財政運営や経済環境によって変わり得る。財務省による不労の一般会計における各種の会計操作は結局特別会計のストックによって調整せざるを得ない。この点が筆者が特別会計の埋蔵金に着目するゆえんだと。まあね、使ってない金は吐き出させようぜって言うんだけど、まあ いいろいろなんでこうやって、なんていうのかな,あのな、金があっても増税に向かうのかってことなんだけど、それはね、そもそも財務省が何をしている役所なのかっていうのをちょっと、ね、踏まえておくと分かりやすいかもしれない,、はい。財務省は中国官庁の一つで、国の予算編成などを行う部門を担当、ね、前身の大蔵省時代から官庁の中の官庁と言われ、高級官,官僚の中でもエリートが集まると。 これは国の予算を一点に握り、各省庁を事実上支配していた構造によるものですと。財務省の歴史は1869年、大倉省として創設し,創設したことから始まると。その頃の大倉省というのは財政を全面的に管理するだけではなく、有効な予算配分,配分を行いながら国の産業を発展させるという横断的な省庁の役割だったと、えー。絶大な権限は省庁の創世期から、えー、確立されていたので、財務省は2001年、中央省庁の再編により、 大蔵省から財務省へ名称変更されたと、えー。中央省庁の再編とは政治主導の行政を実現しようということでした。それまでの日本では官僚の力が強く、官僚主導による行政の弊害がたびたび問題になっていました。これを選挙で選ばれた政治家によってコントロールすることが当初の目的ですと。ね。はい。んで、大蔵省が担っていた金融行政は、内閣府に属する金融庁という新しい行政機関が引き継ぐことになります。ね。 グローバル化と IT の進展によって金融機関は荒波に飲まれています。目まぐるしい金融機関において検査・監督を独立した金融庁が行うことは日本の金融業界にとって大きなメリットがあると言われています。大蔵省の事実上の解体により財務省と金融庁が誕生したことは国内の財政と金融の健全化にとって計り知れない効果をもたらしたようですと。財務省の組織というのはまあ内部の部局、地方の部局そして外局というふうに。 まあ分かれて全国にこうやってあるんだけれども、そもそもね、財務省は何してるところなのって言ったら、ね、お金にまつわることを中心にやってますと、予算編成はその中でも最も重要な仕事、各省庁から出された概算要求を精査し、どのように配分するか、企画立案しなければなりませんと、またその原資となる税金の制度を立案する作業も財務省の役割です、だから、何々税とかを考えるのも財務省の役割だと。 で対外的な貿易では、外国製品における関税や、世界貿易機関、WTO の協定に関する事務事項もお仕事で、財政においては国債や地方債の発行、国有財産では管理、処分を通して財政収入の確保を求めますと、ね、国定公園とかを売っ払って収益化するとか、ねあの、運用するとかっていうのも財政なんだよね、あのあと財務省のお仕事でね。 えー、日本の中央銀行である日本銀行も財務省の所管です。しかし1998年、日本銀行改,改正により、えー、政府の権限が大幅に見直され、行政の監督権限は日本銀行の独立性および透明性に配慮した必要最小限のものになっていますと、独立性が高い組織なんだよね、日本銀行自体はね。まあ、こんなふうにちょっとあらましを言いましたけど、じゃあ、えー、外務省あ財務省、最近どんなことやってるのとね、ちょっと面白いニュースがあったので。 踏ままえておきましょう、はい、財務省は11月7日、財務省の諮問機関、財政制度等審議会の分科会で、新型コロナウイルスのワクチン接種について季節、季節性インフルエンザや風疹などと同じ定義接種扱いとする検討を求めた、現在は全,全額国費負担,負担だが、えー財、財政負担が大きいため、将来的には一部自己負担、国民が自己負担していくという可能性がありそうだと。 で財務省によると、2021年度のワクチン接種の事業規模はインフル65歳以上3600万人の952億円に対し、新型コロナは5歳以上1.2億人が対象なので、2兆3396億円だったと、えー、昨年の夏は多くの国民に短期間で接種を進める体制を整える必要があり、自治体や医療機関には手厚い支援制度を作ったのが要因だと。 接種の単価もインフルンの約5000円に対し、コロナは約1万円かかってる、倍かかってるんだね、えー。財務省は全額国費負担による異例の対応と強調した上で、コロナの重症化率などを踏まえ、定期接種化の検討を求めた。またその際には、他のワクチン接種とどう企画して、特例的な措置は廃止するべきではないかと指摘。えー、定期接種扱いになった場合、国は交付税で、えー、自治体に費用の一部を支援し、各自治体は住民から一部実費の 徴収もできるようにしたいというふうに財務省は言っているわけだ。まあ、まあ、財源を、ね、増やすという意味での税を増やすというのと同じですな、これ、あの国民負担にするということは、はい。他にもこんな、ね、ニュースがあります、11月7日、日経新聞ですね、超富裕層に増税検討、財務省1億円の壁、壁税制目指すと、はいえー。所得の多い富裕層から税負担率が低くなる逆転現象を是正する動きが出ていると。 財務省は所得が年間数億円を超える人を対象に税負担を引き上げる検討に入った所得の種類に関わらず公平な仕組みとして所得総額に対して一定の税を求める案がある政府が進める創業支援に逆行しない設計が必要逆転現象は所得ごとの税率の違いで生じる給与は高額になるほど税率が上がるつるあの累進性で所得税の最高税率は45%だと っていうのは、まあ、あるんだけど、これおそらくだけど、50年ぐらい前の日本では、えーまあ、法人税も、えー、なんだ富裕、富裕層向けの税金ね、いわば所得税も、今の2倍ぐらいあったんですよ。だから、んなんだろう、それによ,それによって、えー、なんていうかな、高度経済成長を成し遂げてたっていうことがあるので、まあ、その時代に戻すっていう意味ですよね。だから今まで安倍政権以降、法人税が、 まあ、安かったから、それをちょっと、ね、あの取り返そうという考え方と、もう1つは富裕層に対してもっと税負担していただこうっていうふうに、まあ、昔の時代にさかのぼっ,あの遡った発想だよね、これって。で、まああのーね、電気、ガス代、支援嬉しいけれど、期間は、財源はっていうふうなことも、あのー、最近では騒がれてますけれども、先ほどちょろっと僕が触れたように、ですねあの記事の中で触れたように、 えとこれは結局値上げ、値上げがこの後も続くということは、えー、実質的にはその、えー、なんていうの、今年値上がった分だけ補填しますでは間に合わないということです、はいで、そうなると、やっぱりこう、ね、29兆円、財政支出しますよ、でかい規模でしょうって言ったところで、国民の皆さん納得しませんよ、子供産んだら10万円上げるだと、だ桁一つ間違えてねえかって話だよね。 そういうこともあるから、岸田内閣は、この日テレさん、ね、どちらかというと政権寄りの日テレさんですら、もう30%台の、ね、支持率になっちゃった。はい、これ、11月4日から6日だから、最新ですよ。だこれはもう実質的には、もうちょっと今月末ぐらいになったら30%切っちゃうかもしれないね。ってなると、完全に危険水域ですよ保守派、保守系メディアですらこうなんだから。そうすると、もうそろそろ岸田さん。 息の根を上げて、ぜえぜえ、ぜーぜ,ーぜーって感じで、あるとき突然、メンタルちょっと、もう無理なんでやめますっていうことになっていくんじゃないかなと、僕は思いますよ。これはね、あのいろんな先輩たち、安蘇さんとかの先輩たちからも、突き上げく数字になってますよ。まあね、今日見てきたように、どうやらこの国は、もう希望を感じることなんてできないって。 思わされてしまうかもしれないけれど、別に日本が全てじゃないですよ。って僕はあえて言いたい。うん。まあ、具体的なね、解決策。ね、僕らは岸田政権によって、あの、いろいろ追い詰められてしまっているけれども、まあ、ここでは具体的な解決策はあえて言いません。僕は、あの、少なくとも、僕の夢をちゃんと実現するように、えー、僕の、なんだろうな、あの、 手に,手にえる範囲で、まあ、やっってていいいくしかないと思っています、ね、ただしあの、政権がどんなに、ね、ロングビジョンを描けない、えー、長期的な展望を描けないとしても、ね、個人はあの少なくとも、ね、じゃあ、来年どうするんだレベルでもいいし、えー、2、3年後どうするんだっていうレベルでもいいんだけども、そういうことに対してね、ある種、うん、備えておかないと、 えー、自利品に巻き込まれてしまいます、えー。岸田貧困対策に巻き込まれてしまいます。僕はそれだけは嫌だと思うんですよ。政治が経済的なあの不自由さをもたらせてしまうんだったら、そこから離れていたいと思います、まあ。日本なんか本当に生活費も高いしね、僕の友人なんかは今、タイに行ってますけども、<laughs> あの何にもお金持たないであの、行った先でうろうろできますよ。 だからまあそういうことも含めて、人には、ね、あのどういうふうに幸せになりたいか、あるいは不幸をどうやって避けるのかっていうことを、ね、やっぱ個人ベースで考えていかないきゃいけないんです。岸田政権は、うん、遅かれ早かれ倒れるだろうし、アホみたいな財政出動をやると思うけれども、それがやがて僕らに重税っていう形で跳ね返ってくるのは目に見えているので、僕は少なくとも備える。まあ、現実見たくない人辛い人人辛は 何やっていいか分かんないよって言ってるうちに、岸田政権に潰されてしまうかもしれないので、それが嫌だったら、稼ぐしかないんだよ、と。あの俺、岸田のためにこっちの人生までねじ曲げられてたまるかと思いますよ。いろんな重税やってくれるわと。インボイスまでやってくれるわと。んなんで負けてたまるかと思いますよ。もう本当そういう意味ではね、戦っていくしかないんです。 だけど、僕なんかももう57だからさ、あのー、体力どんどん落ちてくるんですよ。若者のように、えー、体力任せで何かができるわけじゃないから、省力化を図りつつ、どうやって稼ぐかっていうことを、やっぱり常に考えたいと思うし、具体的な解決っていうのを僕の中に見出そうと思いますよ。あのー、皆さんの役に立つってかどうかわからないけれども、あのー、少なくとも現実家の目を背けていたら、 あのね、岸田と同じように自利品になってしまうんだ、岸田の政策にやられてしまっている人たちと同じように自利品になってしまうんだと、それは老後を自利品になるほどこ,とことほどつらいことはないです。だから僕は中高年以降の人ほど、ね、自分にとってあのそう、そんなに負荷がかからないあり方で、あのなんか老後の設計をしていこうとしないとですね、本当に貧しくて。 あの孤独な老人になってしまうのは絶対嫌だなと、人生の最後はそれなんてバカバカしいと思いますよ。なので、僕はね、岸田総理がどんなにアホでも、僕の生活は僕は守ろうと思いますっていうふうに、自分の生活のリアルには向き合おうと思います。だって、あの人、変わろうとしないんだもん、岸田さんとか、期待したところで辛いだけじゃんと思うから、僕はそういう意味では期待はしませんなんなだから絶望もしません。 まず自分自身の,あの地に足のついた生活のあり方とか稼ぎ方っていうのを改めて考えていくことで、えー、岸田政権にやられない生き方っていうのをちゃんと生きていこうと思います。そんな感じで今日はちょっと真面目に語ってしまいましたが、えー、そうやってね、とにかく政治で生き、えー、政治の行き先を一気一遊する必要は僕はないと思ってるんで、ある意味では。なので、 あの自分の個人の生活が岸田政権にやられないやり方っていうのを、まあね、あの僕だけじゃなくてみんなそれぞれで考えていってくれる、えー、考えていってほしいんですよ。でないと結局はさ、あの岸田の悪口っていうお金が入るんだったらもうそれ延々やりますよ。でも皆さんそうじゃないと思うんでね、あのそういう、なんだろうな、うん、岸田のことになんだ、安畜しようと思いつつ、 自分自身を鼓舞するっていう方向に持っていきましょう。ね。ということで、皆さん、あの、よかったら拡散してください。お、では。